うん、それでね、えー、とカプッチョのティーショットなんですけどでカプッチョはあのー、ちょっとこれ大きいかなこう下げるこうこうもうちょっと下げるこのぐらい、うん、でカプッチョはあの右足の動き違うからね飛ばし屋っていううののはこうなのよだから時短ダ踏むんでもつま先で時短ダ踏むのそうすると飛ぶのその代わりショットはブレるの。 これ私何十年もゴルフやっててコロナの連中でよく知ってるからねだからあの飛ばす時は広いコースでまあ,あの広い簡単なコース行くと飛ば距離だけがあればいいからこうやって打つのそこを使い分けてんのねこの人たちはどっちか一個しかできないけどわかったこれがゴルフの,あの極意なのいくよ見ててねこれカプッチョのほらつま先でやるでしょ でこれがあの飛ばす秘訣だけどずれる秘訣でいわゆるドラコンズレズレ勝てないプロのやつなんだけど広いコースだと勝てるよねでもショータアイヤアンとかピンネラチックショットにはこれは向かないわけねこれがゴルフなのよねこういうことを知ってるのが私だけなのねだからあのまあ、もちろん全然めちゃくちゃなスイングしてれば も,うもっとデタラメになるけどねあの一応プロと言ってこのやってる人たちでもこの乗せ方であのずれのが違ってくるわけ、うん、分かったでそれをねあの重要な部分なんで私はこう解説してるわけなんですよ。だからあのじゃあ距離欲しいからねっつってそれやると私も何回もやったよ距離欲しいからでもいつも ね、距離は行ったけどああ池に入っちゃったとかね、うん、深いラフ入っちゃったとかね、うん、向こうの森ま林まで届いちゃったとかっていうことになるんだよ距離だけ打てばだから、うん、距離はドライバーでじゃあ260台260ヤードきちんとあのポジショニングできるゴルフじゃないとプロのゴルフとは言えないそういうことよはい以上です